AI やセンサーなどの最新技術がこれからの接客を変えるかもしれません。福岡市天神で無人テナント実現への実証実験が行われています。ソラリアプラザに設置されたポップアップストア。大野城市に本社を構える企業が開発した色付きの美容液が並んでいます。しかし店員さんの姿はありません。こちらのポップアップストアでは完全無人化に向けた実証実験が行われています。なんと最新技術で接客までが無人化されました。陳列棚の商品を手に取るとセンサーが反応、商品の説明がスクリーンに流れます。それだけではありません。こちら画面上の質問に答えていくと、22ライムグリーンは肌の赤みが気になる方におすすめです。このように AI のアバターがおすすめの商品を選んでくれます。肌の色や悩みに合わせて AI が商品を提案してくれます。しかし中には AI ではなく人に接客してもらいたいという方もいらっしゃいますよね。ご安心ください。別の場所にいるビューティーアドバイザーがリモートで相談に乗ってくれます。今回の実証実験では店頭での購入はできませんが、事前にクレジットカードの情報などを登録しておけば手ぶらでお買い物も可能になるということです。こちらの現地に何人か張り付かないといけないといったところがありませんので、手軽に出店できるといったところがメリットになります。声をかけられることもないので、自分の見たいペースで見ていくことができる。無人のポップアップストアを体験できるのは14日までです。